ノドケファロサウルスは、ニューメキシコ州産不安の白亜紀後期カ寒波に、暗後期の地層である、カートランド類層デナジン武装から不完全な頭骨の化石が発見された、長板類の極流類恐竜に分類される、植物食動物の絶滅した属に与えられた古代、ギリシャ語で、コブのある頭のトカゲを意味する学名。ノドケファロサウルスに似た恐竜は、アジアでも見つかっていて、 白秋後期の恐竜はアジアと北、アメリカを行き来していた証拠という意見もある。他の極竜をもとに修復された頭骨前頭骨の装飾のパターンからすると、この極竜類は前頭側部に左右対称に配置された半膨張型の関節球、方形骨、四角錐形のコブ状の皮骨によって特徴を付けられる。区別されるサリバンによる元気祭では、 モンゴルのアンキロサウルス類サイカニアとタルキアに似ていると記述され、この三つの属はアンキロサウルス家内に一つのクレードを構成すると示唆された。しかしビッカリウスラはこの考えには同意せず、ノドケファロサウルスを極流科目の不確定の属とした。サリバンは副鼻腔が上顎骨に空いていることを根拠にビッカリウスラの意見に対抗した。 またサリバンは以前カートランド類層で採取され、エウオプロケファルスカッパのプロサウルスであると記載された。標本がノドケファロサウルスの追加標本かもしれないと主張している。ノドケファロサウルスと共に生息していたスノリューペンタケラトプスノドケファロサウルスはカートランド類層のデナジン武層で発見された。この地層の年代は白亜紀後期カンパニアキである。この地層からは アラモサウルス、パラサウロロフスの一種、ペンタケラトップス、クリトサウルス、サウロルニトレステス、未命名のティラノサウルス類など、他の恐竜も発見されている。カートランド類層は、西部内陸海路の交代により出現した川の、氾濫源であると考えられる。旧カ類が生い茂り、ハドロサウルス類より、カスモサウルス赤の角流類が多かった。 北部地域でのパラサウロロフスとクリトサウルスの存在は、白紀後期の北アメリカにおいて南北間に動物症の差異があった中でも、その間に交流があったことを示している。両族は南部の生物症以外では希少であって、そこではペントケラトップスともに優先していた。ありがとうございます。